アクション未来の子供たちへ。SDGs やってますってし、すごい。袋のお湯を少なくしてる。日村さんは仕事行く時とか歩いて行ってんの。 CO2 の削減になるよね。そうです。地球を笑顔にするウィーク。ときめく時を TBS。